はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーブルスナップをやっていこうと思います。ということで、行こうと思うんですが、コスト1のカードをプレイするっていうミッションが来てるんですが、今のネガティブデッキに1コストのカード入れてないので、ちょっと移動デッキに変えてやってみようかなと思います。ということで、行きましょう。さあ、来い。さて、相手が見つかる。ノーウェア、公開時効果発動せず、ちょっと嫌なロケーションだね。どうしようかな、これ。インフィノットじゃないや、アイアンフィストで、ヒューマントーチを殴るか、それともバルチャー殴るために取っといて、とりあえずトーチから出しましょうか。フレームオン!さあ、ノーウェアね、公開時効果発動しないので、そこはちょっと注意ですね。で、真ん中クリムゾンコスモス、おっと、ちょっと出せる場所がなかなかない。へへ。あ、まずいね、これ。クロークがノーウェアに出すと効果発動しない上に、クリムゾンコスモスには置けないということで、これ出せる場所がちょっとないぞ。まあ、フィストは、とりあえずトーチ側に出して、次にバルチャー殴りましょうか。はいはいはい。相手は動いてこない。で、モンスターアイランド、なるほどね。みちみちだな、ロケーションが。じゃあバルチャーはここに置いて殴らせましょう。ちょっと置ける場所がなくなっちゃうな。まあとりあえず殴って場所確保しますが、おインフィノット切り裂いていく。3コスト以下がね出せないね。もうまずいな。これじゃあハルクバスターしか置けないか。そうだね、ちょっと埋まっちゃうからね、仕方なく置きましょう。どうかな、最後にヘイムダルでもう一回ずらして勝負って感じか。お、相手ノーウェアになんか出した。さあトーチにくっついたのはでかい。オッケーオッケー、そりゃ素晴らしい。お、サンドマン来る。あ、サンドマン嫌だね、結構。そうですか、そうですか。これね、ストレンジはね、真ん中出せなくて、ノーウェアに出すなら意味はないし、モンスターアイランドでも吸い寄せられないので、クロークがね、4点だから、クロークノーウェアに置くのが一番マシっていう説はあるか?いや、もしくはプルマン増やす方がいいのか。プルマン出しましょう。ちょっとコストもったいないけど。で、次のターンにヘイムダルで真ん中から、引っ張っていって勝負かな。相手はヘルカウ。ヘラとドクタードゥーム廃棄。さあ、こちらは真ん中ヘイムダルで勝負するしかないですね。これで行きましょう。あ、撤退した。勝利。まあ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 、よしとしましょう。これはでももらったかなって感じだったかな。はい、まあ、一応プラチナに復帰。次行こう。いや、結構ね、きついね。いつの間にか10点なくなっちゃってたからね。プラチナ上がったのにゴールド落ちてきたってことは。お、ラフトか。1コスいない。相手は、相手も動かない。よしよしよし。ストレンジアカデミー。あ、これはプルマンバスター、あ、でもラフト埋めるって目的だったら、プルマンバスターじゃないんだよな、きっと。あ、どうしよう、これ。フォージプルマン、ハルクバスターなんてやってたら相手に先に埋められちゃうから、これクレイブン置こうか。クレイブンから置いて、お、相手何もしてこない。ザンダー製。あ、いいね。ナイトクローラーはよし。そしたら、違う。順番が違うな。クローラー、フォージって出して、次のターン、クローク置いて引き寄せる感じで動いていきますか。さあ、相手はザンダー製に一体。デアデビル。はい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 。
さあここで、ザンダー星側に、プルマンを置いて、クロークラフトに置く、クロークラフトに置く、これで行こうか。お、相手ザンダー星に一体、こちらはプルマン、ポージの効果で、強化される。相手はサンスポット出す。はい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 、なるほど。さあここで取るべき動きは、プルマン増やす。あー違うな、できないのか。こうかな。こうやってラフト取った上で、プルマンサイド引っ張るか、真ん中にプルマン引っ張る動きをしよう。でザンダー星は消してもいい。これでいきましょう。これどう映るんだろう、相手からしたら。移動も込みで動きを見られてんのかな、そこはちょっと気になる。おっと、あ、ヘイムダル強っ下手したらヘイムダル2枚出して生きるぞラストで。それはいいね。まあ引き寄せる。はいはいはい。あ、クレイブン引っ張っちゃうんだ。それはちょっと予想外。増える。さあ、しかしパンパンだね、ロケーションが。お、ティンカラーになる。ほー。あっと。ロックされて3スポットで強くなる。なるほど。あ、まずい、出せない。あー、ティンから確定で取られてんの痛いね。このターンでもう終わりか。はー、となるとゼロコスのヘイムダル置くしかないんだね。これで勝ってないかな、どうだろう。一応見ましょうか。ティンカラーがちょっと取られてるのは辛いかな。あ、ラフト側に出してきた。何出すそれ。あ、リーダーね。それは勝ちですかね。オッケーオッケーオッケー。あぶねー、勝利なんとか勝たせてもらったねという感じかな。ヘイムダルのブースターゲット、オッケー。さらにこの辺も達成していく。よし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 。ヘイムダルは、ヘイムダルは強化はできないか。あ、ですがね、前ブースター拾ったんだよね、そういえば。エピックにしときましょうか。アニメイト。オッケー。クレジットゲット。で、ウーマンは別の育てたい。アイアンマンもこっちを上げたいから、やらないとなると育てられるのないっすね。はい。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。